ビル・ビクスビーはアメリカ合衆国の俳優、映画監督である。1934年、カリフォルニア州、サンフランシスコに生まれる。家系は四代続くイギリスの家系だった。1952年に高校を卒業後、シティカレッジオブサンフランシスコへ進学して演劇を専攻。後に、カリフォルニア大学バークレー校へ編入し、ハリウッドへ移り住んだ。 様々な職を経て、モデルなどとして、コマーシャルなどでキャリアをスタートさせる。1961年にテレビドラマシリーズ、ヘネシーでプロデビュー。翌年1962年には、カーク・ダグラス主演の脱獄で映画デビューも果たした。1963年から SF をモチーフにした、シットコム、ブラボー火星人のメインキャストとして出演。コミカルな演技で、 たちまち人気を博した。その後も順調にキャリアを構築し、1969年から放映されたシットコムエディの素敵なパパへの出演でも知られている。1970年代に入ってもコンスタントに出演作を増やし、1977年から放映された SF ドラマ超人、ハルクでは緑色のハルクに変身する前のデビッド・バナーを公演。 ちなみに変身後のハルク役はルー・フェリグノが演じた。同作は幅広い層に人気を博し、80年代後半あたりに制作された長編バージョンの超人ハルク90と超人ハルク最後の戦いでは出演のみならず監督も務めた。これまで3度の結婚歴があり、最初の結婚相手で女優のブレンダ・ベネットとの間に子供が一人いる。 1993年、カリフォルニア州、ロサンゼルスのセンチュリーシティで前立腺がんのため死去。59歳だった。ありがとうございます。